はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、虫キング研究所のガチバトル第2回目ですね、はい、今回はタッグマッチをやっていきたいと思います、はい、そして、我々まえチャンネルチーム対虫キング研究所チームで講師研究員と五郎主任に、はい、それで対決していきたい、はい、よろしくお願いします。お願いします。バシー研究員です。よろしくお願いします。五郎主任です。研究所の五郎主任です。あ、2回言った。これが、ね、ちょっとこれが今回のこれやるのは、うん、星定点が9。そうだね。そうだそうだ、星が9。大会みたいな感じだね。星9縛りで、はい、うん、前回はほらもう無制限で、うん、ね、強いのガンガンガンって、ね、エーシング強かったね。で、僕がボコボコにされた。そうね、負けキャラが大変だった。今回はもうよく大会で行われているような、そういうね、まあ、星元気は宣伝担当なんでちょっと宣伝させていただきます。やらせていただきます。はい、これは単行本2巻がね、発売中でございますよ、これ、はい、めっちゃ面白い。まあもちろんね、めっちゃ面白いね、漫画もあるんだけど、中身これちょっと見てみると、見て、これはい、銀山、おこれついてます、カードが、はい、特製デザイン、特製デザインね、はい、さらにさらに、まあ、これを使うとですね、前回ですね、単行本の1巻、うん、ヘルクレスオキシデンタリス、ね、これ使うとまた相性がいいよって言ったら、うん、っていうようになったんでね、ぜひぜひオキシデンタリス見てみてください。ハードですからね、はい、相性いいって、なるほど、はい、じゃあやってみましょうか。はい。今ボタン押してスタート。銀山使うんですよ。流れてきた。なるほど。そういうこと。ボタン押してスタート。はい、じゃあ行きましょうか。ボタン押してスタート。はい、開門の時間進まないです。なるほど。確認完了です。まずは 1P のバトルのスリーブがあるから、バトルに使うカードを使います。そう。そう。今回もスリーブで隠してます。はい。そうね。これはね、この前のやるときはね、見えない方が、お互いね、なんだろう。戦略もいろいろ。過去のチームはね、あれなんだよ、あれですか、あれですか。そうなんですよ、教えてもらってないですからね、お互い知りません。今回は本当に何にも不正しかわからない。不正しかわからない。前原さん、このバトルで負けたら、なんか、そう、今回ちょっと罰ゲームをですね、罰ゲーム、罰ゲームチームは、こいつやだな、虫の鳴き声。恥ずかしい。恥ずかしい。韓国の目が。韓国の目が。罰ゲームの衝撃でちょっと、そう、忘れてた。我々は、主人にはなかなか辛い。スキャンしてください。じゃあ、タカミのね、マジで2人の。はい。しかも、キラ、星五郎。キラか。ということは、出るときに、キラキラになるんだよね。完了です。これ何なんですか。しかもね、今度ね、カードこれ見て。バトルに使うカードを使う、違うデザイン、レイ、レイボタンだね。星カードとお助けさんまで、ね、色変えてみます。カードはレイだね、レイ。クーボタンを押して公式ホームページでちょっとね、アップしてみたいと思います。ちょっと待っててください。はい、ライオンを使ってみて。じゃあスキャンしてみよう。ちょっと分かりやすいように虫は色を変えてみてください。はい、はい、とはいっても何がスキャンされてるかは分かんない。カードがなければクーボタンを押してね。シューもある、シューもあります。そう、今日はね、シューのスリーブですね。そう、こうなるとね、本当に大会の時に、カードがなければ分かんないですね。確かにね、チラチラ見ないでね、そう、登場です。公開の時に皆さんの声を反映してね。あ、さて、ウイガジャパン、オーロラの、オーロラ、はい、あれね、パラレル、パラレルだよ。けど、これはセットしたよ。セットしたら、普通のメガネに戻ります。それ怪しいくない。言い訳言っちゃダメです。もっとボッとしてるみたいな。言い訳。2P は右のパパを使ってね。頑張ってくれ。タコは前の。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりました。何に初めての対外試合。あとあれ。あ、そうそう。お守りが。お守り。ありがとう。一緒に味方してくれるかな、これは。ありがとう。あ、出た。ヘルミングクールか。おぉ、ヘルマンか。僕初対決ですね。ほんとですか。ないですね。ヘルマン大好きだね。最近よく使った。カラーブルもかっこいいですね。かっこいいですね。マイマイカグリ。マイマイカグリ。これは強そうだ。いや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 。なるほど。これはなかなか安定感がありそうな。20倍。続いて。さて。我々が。今度は。今度はよ、我々が使わせていただきます。さっきの逆、さっきの逆、やばい、暗い、やばい、
パパどうする、パパどうする、大丈夫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 、あれ新しい、新しい、なんと、必殺予告、ちょっと体力が弱いところを失いました。必殺予告ですか。はい、はい、あー、どうも、発動する、我々、上、発動する、発動する、あー、使った、左にね、どうも、使わない、これはね、使わない、こういうものですから、はい、使わない、いきますよ。ということは、少しまでこう、肩が出してます。勝つんじゃないですかね、もう決めちゃいましたよ。決めちゃいましたよ。大丈夫、おかしい、決めちゃいましたから。はい、負けんのかい、負けんのかい、負けんのかい、ちょっとですね、オッケー、今日のもう今日のストーリーがもう崩れましたよ。もうこれ僕ガチで言っちゃって、ガチガチでガチでここで使います。あー、やっぱタイミングでした。なんでここで使うんですか、すごいっすね。よし、これだ、どうぞ。おぉ、おっと、あ、ださっきよかったね、発動してますから。でもこれ止めればあれですか、チャラですか。チャラですね、はい、よいしょ、 OK。 あ、やばい、よしよし、これもまずい。しかもワイワイかぶりが来るビクトリアになっちゃう。いいとこなしですけど、これは良くないですよ。良くないです。ワイワイかぶりのね、お助け技結構面白いね。ちょっと見せたかったな。しまった、このカスタマイズでグーで勝てなかった瞬間にちょっといろいろね、あの、組み立てがなくなりました。マイマイカブリ、これでどれぐらい与えられるか、どうシュッシュッシュッパン、大丈夫大丈夫、だってまだ、そっか、まだ、はい、ここからまだ攻撃力が上がってます。そうなんですよね、あ、しかも両攻撃力がグーッとアップ。そうだね、マイマイカブリもあれだもんね。うん、マイマイカブリと V カチの効果で超アップ。この2ターンちょっと辛いんで、なんとかしたいですね。そうですね、はい、2ターンが超辛い。なるほど、こうか、よし、あー、いいですね、ヒルテントで回復か、あー、何ワンピーグレート、これちょっとダメージが、ダメージが、うん、でも言っとくけど、これ強いから、これはほら、わー、グーで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 、うわ、その技来た。あー、来た、ハピネッシャワー回復。はい、大人たくまって両方できるものなんでね。あ、ヒールテントは何もないのね。ヒールテントは回復してくれる。そう、回復だから、うん、いいショットだったでしょ。回復半分ぐらい、うわ、やばい、あ、やばい、本当にグーだった。あ、来ましたよ。あ、やばい、モモブトムシだ。オッケー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 、でも歌うさっきからゲージ頑張って、やばいやばい、必殺よ、勝負、ゲージ下だろ、必殺よ、来ました、必殺よ、勝負、見てください、これって見て、これは新しい、そう、よいしょよいしょ、これだった、これか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 、ダダダ決まれば威力アップ、というわけで、必殺技本当に押してくるかどうか、オッシーの必殺技パー出すんじゃないですか、これうわー、わかりますよ、多分ね、これパー出すから、うわ、これだって汚い、この眼鏡パー出しますよ、多分難しいっていう迷わせるのが、非常にこのお助け技の強いところですね。はい、うわずるいよ、まだだ、やだな、こういうことな、オッケー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 、よしよしよし、でも、結構ダメージした方もね、これで出さないで負けた時が一番かっこ悪いですね。そうそのお助け技あれ勝ってよかったですね。さあ、赤くなったね、次のターン、ウシキングなんでね、次のターンでまた、まだ下たたきれば威力アップだよね。もうね、これね、威力ね、終わってるので、あ、終わってる、もう元に戻る、オッケーオッケー、よし、逆転、逆転の一発、これ終了、ゲージアイズ、あー、しまった、あー、やっぱ何やってんの、でも結構攻撃力上がってます、ダメ、どうぞ、攻撃力上がってます、これは大きなダメージ、同じタイプきた、あ、両方同じ、両方同じ、勝負なんかじゃないですか、35勝負、見て見て、1、2、3、4、5、6、7、だからこれ勝って V ガジュ止めたいですよ、頑張れ、8ターン目でございます、8ターン目、さあ、行きましょう、フラミック同じですよ、で、おやばいやばい、これはもうダメですね、パー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 負けちゃった、あー、いいとこ行ったね、いい勝負、V ガジ止められちゃった、さすがポッシュ研究、ありがとうございました、ありがとうございました、これでタッグマッチは交代だね、交代です、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっと待って、あ、ゴロー主に宣伝しなきゃ、あー、ここでも、ここでも錦鯉研究所
はい、9月30日からですね、うんうん、SS レアのゴライアスバードイーターと、うんはい、レアのモモブトハムシ、はい、この2つが、追加となりました。あ、追加、うん、あ、ジラフケスケットみたいなもんか。そう、途中からね、途中から追加ね、イベントバトルでいいレオ、はい、ありがとうこれね、ぜひ目指して皆さん頑張ってゲットしてみてください。バードイーター欲しいね、はい、バードイーター、ね、絶対欲しい、キラで欲しい。そう、バードイーターね、バードって分かる？エイシンくん。あー、そう、分かんない。そう、鳥。あー、鳥なんだ。鳥だよ、鳥、鳥、鳥イーターって食べちゃう人、鳥食べちゃうんだって。雲が鳥食べんだよ。あー、それ怖い。やば、ちょっと食べてる、食べてる、食べてる、怖い、見たい。食べたくない、食べてる、食べてる、絶対見たくない。ちょっとね、ちょっと見たくないね。はい、今日はバトル中だったね、それはね。じゃあ、バトル中に戻りましょう。じゃあ、ルート頑張って、はい、オッケー、はい。いや、どこですV ガチの効果が切れた、はい、切れた、切れた、怖いね。で、お互い V ガチないからもうこれでトントンですね。はい、なるほど。これ罰ゲームかかってくるね。そういえば泣き声だった。そうそうそう、コロジェにすごいですね。早打ちだ。大人考えちゃう。今喋ってなかったから。そうですね、ガチ余っちゃったから。ガチ余っちゃったから。ガチで、ガチでよ。まあ、でも強いからね。うわー、やばい、質問がもうやばい。スクートの攻撃、ワーピーグレート。あの研究所生のゲージ力が、ゲージ力、大きなダメージ。どうなってる、追撃発生。モブトも引きたか、これね。これ面白いね。じゃあ強攻、これ新しい、さっきのモモブトハムシですね。大きなダメージ。で、必殺強攻して次のターン、必殺技を当たれば、はい、エシン君、俺ね、パー出すとね、ま、エシン君めっちゃきつい。ま、これ食らったらやばい。もう決めちゃった。よっしゃー、パー大丈夫、はい、出しようかな。お願いします。ちなみに私の戦闘力は56万です。D6 なの、セディック。あー、やばい、やばい、やばい、シンセ、これやばいんじゃない。出た、二つ王国の。ごめん、二つ王国。さっき、あんなことしてた。食らわせると、やばい。これぐらいダメージ。うわぁ、やりました。あっという間にやれちゃった。あっという間。うわ、見たか。やばい。モモフとハムシ。強い。なるほど。明らかに強い。これあれ、V ガチじゃなかったもんね。結構なっちゃった。ね、132。必殺の予告、なんかちょっとここをこう揺るがされますね。ちょっと、はい、メンタルのね、影響が負けちゃった。なんかちょっと心痛い。やばい。だけ汚い感じになるか。やばい。大川家。お願いします。お願いします。あ、似てる。似てる。これやっぱり罰ゲームだ。こんな感じでございますね。結構ボロ負けしてしまいました。まあまあ、でも前回負けてますから、僕がボロ負けしたんで、ね、一勝一敗ですね。トントンということで前回負けてますから、うん、そうそうそう、引き分け、はい、でも前々回も負けてるっていうと、まだ負けてますから、ね、まだそうね、僕のせいで負け越しですよね。森研究員ね、負け勝ちですからね。すみません、ありがとうございました。あ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、今回こういう機会作ってもらってね、すごい楽しくやらせていただきましたね。ちょっと、はい、またぜひよろしくお願いします。はい、もういつでも、はい、いつでもやりましょう。明日でもいいよ。ちょっと僕の修行期間ください。ちょっとね、ゲーセンで修行期間が来てもらって、虫バトルは遠方しないと大会です。普通に全国のお店にいる。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。